皆さんおはようございます。お元気でお過ごしですか？今日もチェルシー先生のメッセージを日本語訳にしています。どうぞ聞いてください。では始めます。先週ヤコブと彼の家族が神様に召された土地に戻る旅の話をしました。自分の慣れ親しんだ土地を離れ、ヤコブが初めてラバンの時に来た時、何も持っていませんでした。彼は一人ぼっちで、これからどうなるのか分かりませんでした。神様の契約の約束が彼に明らかにされた後、そのことは変わり始めました。ヤコブは神様がアブラハムの家系に用意していた計画に積極的に参加しましたし、彼は神様が与えてくださる限りそれらに従うことを誓いました。彼が従順に神の声を聞いた時、ヤコブは祝福され守られました。神様が意図していることに対抗できるものはありませんでした。彼を妨げる者が来ても、誰が彼を邪魔しても、ヤコブは勝利しました。なぜならば神様が彼の代わりに戦っていたからです。彼がラバンの家を出ていく時までに、彼は想像以上のものを持っていました。彼は富と彼自身の家族両方を得ました。ヤコブは神様は手を差し伸べてくださる方であることを理解しました。しかし彼が従って歩き続け、神様の指示で家に戻るとき、彼はまた別の困難に遭いました。何年も前にヤコブが騙し、ヤコブが家を出る最大の理由になった兄のことが思い出されました。エサウは400人の人を連れてヤコブに会いに来ていました。彼が来たのは、友好なのか、戦いなのか知る余地もありません。ヤコブはどうするか選択しなければなりませんでした。危機的状態の中で彼のメシは信仰を持つことでした。ヤコブは自分が直面していることを神様の身元に持っていきました。彼は恐れても意志を貫きました。なぜならば、彼に与えられた約束と計画は必ずなると信じていたからです。神様はそれが可能なように思えない時でさえも、その状況から良きものをもたらしてくださいました。このことに直面する前に、ヤコブが一人で夜を過ごしたとき、彼が神様と格闘するのを私たちは見ました。彼は怪我をしても諦めませんでした。明るくなった頃、ヤコブはモモのつがいが外れた状態で格闘を続け、彼は新しい名前と祝福を得ました。彼は勝利して立ち去りますが、彼は足を引きずっています。その祝福は何もなく与えられたのではありませんでした。その祝福は絶望することで与えられました。神の子供たちへの神様の契約と約束は何年も通して変わらないままです。神様は私たちを愛し、神様に委ねるとき、私たちの歩みを導いてくださいます。しかしその間に、私たちが望んでいないことに直面します。私たちが克服できるとは思えない苦痛、困難、そして課題があります。しかし、クリスチャンが確信している素晴らしいことの一つは、それらのことに一人で直面する必要がないということです。私たちが直面することをすべてに、神様は私たちと共にいてくださいます。私たちには神様の支えがあり、神様の愛は、たとえ何があろうとも、私たちに対抗するものに立ち向かってくださいます。ヤコブがついに彼の兄に会うことにしたのは、神を恐れ敬う信仰のゆえにでした。ヤコブの旅の間に読んだ多くの話のように、この再会は予期しない結果をもたらします。今日は、この兄弟の再会について話していきます。与えられている恵みは、賜物であることを話していきます。和解における私たちの責任は私たちの応答の仕方であることも見ていきます。まずはじめに与えられた恵みの賜物について見ていきましょう。この劇的な再会の結末の冒頭部分から始めます。最初に自分の兄エサウに再び直接会うことになった時のヤコブの反応を見てみましょう。創世記33章1節から3節です。ヤコブが目を上げてみると、見よ、エサウが400人のものを引き連れてやってきていた。
ヤコブは子供たちをそれぞれレアとラケルと二人の女奴隷とに分け、女奴隷たちとその子供たちを先頭に、レアとその子供たちをその後に、ラケルとヨセフを最後に置いた。ヤコブ自身は彼らの先に立って進んだ。彼は兄に近づくまで七回も地に伏してお辞儀をした。ここでまたヤコブは何が起きているのかわからないのがわかります。ヤコブは彼の奴隷と妻を重要度の一番低い方から最も大切な順に並べました。彼はまだある種の戦いに巻き込まれる準備をしていました。でもそれは彼が受けたものではありませんでした。次の節を読むとき、ヤコブの応答を想像してみてください。創世記33章4節です。エサウは彼を迎えに走ってきて、彼を抱き、首に抱きついて口づけし、二人は泣いた。皆さんはこう来るとは思わなかったはずです。とても怒り、ヤコブを殺したいと思うほど憎しみを感じていた人が、泣いて彼を抱きしめているのです。どんな仕掛けがあったのでしょうか。この瞬間、エサウはヤコブだと気づかなかったのでしょうか。彼は何が起きているかを知っているようです。では、何がエサウの心を変えたのでしょう。エサウが短気で過去にどのような結論をし、早まった決断をしたか私たちは覚えています。なぜここではこの脅威がないのでしょうか。時は完璧でした。エサウは男性として十分な力を持っていました。彼は明らかに弟より強い力で打ち負かし、ほとんど抵抗なく的確に復讐できたはずです。でもなぜ彼は復讐しなかったのでしょうか。なぜ彼が弟を抱きしめ泣いているのを私たちはこの箇所で見ているのでしょうか。その答えはとても簡単です。すべてのことが起き、欺きと策略の後でさえも、エサウは弟に恵みを差し伸べることができるようになりました。私たちは、聖書的観点から、恵みは受けるに値しない憐れみを与えられることだと知っています。エサウがそうであったこともわかります。実際に平和的解決を差し出すことは、必ずしも必要なことではありませんでした。エサウは、ヤコブが過去に彼にしたひどいことをまだ鮮明に覚えていると私は確信しています。ヤコブは父に嘘をつき、エサウのものを取り、そして結果に直面しないで逃げ去りました。エサウはヤコブが彼の残りの人生に影響を与えることをしたのを許しませんでした。相手を許さないことは、それをする人にとっては有害です。皆さんは人生の中で何年も恨みを抱いている人、そういう人に少なくとも一人には会っているでしょう。多くの場合、彼らが恨みを抱いている人たちは何が起こっているのかさえも知りません。それに関わる人を傷つけるだけです。恵みは他の人のために良いことですが、同様に皆さん自身にとっても重要です。許しは私たちが起こったことを忘れることを意味するのではありませんが、それを乗り越えて以前より強くなることができます。エサウはあらゆる面で騙されていましたが、弟より良くなる選択をしました。私たちは人生を無駄にしないで、将来を暗くしないように選択をすることができます。ヤコブが兄に会うことで困惑している間、エサウは平安でした。恵みを差し出すことは、何年も疎遠になっていた関係を戻すことを可能にしました。それに加え、この差し出された恵みは、エサウとヤコブの当初の関係よりもっと近い関係になる機会となりました。双方の合意と献身が必要でしたが、可能でした。このことは二つ目のポイントに導きます。和解における私たちの責任は私たちの応答です。エサウが恵みを持って弟へアプローチし、残りのヤコブの家族を温かく歓迎しているのを見ます。エサウは弟と改めて顔を合わせ、その再導入はヤコブが彼らの前に送った贈り物がついてきました。彼は許しを求め、兄の思いを再確認するのにオリーブの枝を差し出しました。ヤコブは戦いをしたり、自分の持っているものを得意そうにするために戻ってきたのではありませんでした。彼は平安のうちに、
彼らの過去の関係を贖うことができることを期待してきました。彼は最高の条件で始めることを期待していなかったことに気づいていたのは良いことです。彼はただ自分の役割を果たしました。和解は私たちの心の傷や誤解を乗り越えることではありません。和解は皆さんや他の人たちに起こったことを忘れるように強要することではありません。それはプロセスです。それは双方で徹底的かつ献身的に取り組む必要があるものです。皆さんはエサウに同情するかもしれません。ヤコブは不誠実で傷つけるような方法で彼に課せられている多くのことを取り除きました。ヤコブとエサウの長年の未解決の問題の結末までに20年以上かかりました。しかしエサウがヤコブの謝罪を受け入れることを望まなければ良い方向に行っていなかったかもしれません。ヤコブがへりくだって兄に挨拶をし贈り物をしたので可能性があったのかもしれません。和解に時間を取ることを理解する必要があります。何かが修復されているとき、それは繊細で壊れやすいです。修復した後注意していなければ、直そうとしていることはすぐに元に戻ってしまいます。この間、忍耐と根気強さがあると良くなります。回復の過程がうまくいっているように思えなくても、努力し続けなければなりません。非常に不器用な人間の経験から、傷が良くなり始める前に、すごくひどい状態に見えることがあることを知っています。私は知っています。皆さんにできることは、癒しのプロセスを助長するために、最善の努力をすることです。不完全な世の中で生きている私たちは、物事を修復したいと思う私たちの願いが報われない時でも、それを受け入れる準備をすることも必要としています。すべての人が恵みを差し出し、私たちの希望と期待に応えるわけではありません。途中で皆さんに応えるか、それをどう捉えるかは人それぞれです。皆さんがすべき唯一のことは、神様が皆さんに望んでいるようにするということを確信することです。ローマ人への手紙、12章18節では、あなた方は自分に関する限り、すべての人と平和を保ちなさい、と言っています。他の人が和解を受け入れなくても、私たちが自分の役割を果たすならば、それが私たちの責任の全てであることを覚えておく必要があります。私たちは他の人が言うこと、することをコントロールできませんが、私たちがどのように応答するかということに責任を持つことができます。ヤコブが置かれた状況での彼の答えはどうでしたか？ヤコブは自分自身をへりくだり、彼が悪いことをしたことを認めることで、エサウとの関係を取り戻し始めました。彼の兄の目に好意と許しを求め、彼がした選択を準備していました。関係を取り戻すのは、自分自身をへりくだり、何が起こっても自分の役割を受け入れることから始まります。皆さんはどうだかわかりませんが、私には自分の欠陥や他の人を傷つけることを対処することは困難です。でも、私たちは次の聖書箇所の中で、パウロがコロサイ人たちに与えた教えに習うことができます。コロサイ人への手紙、3章12節から15節。それゆえ、神に選ばれた者、聖なる愛されている者として、あなた方は深い同情心、慈愛、謙遜、柔和、寛容を身につけなさい。互いに忍び合い、誰かが他の人に不満を抱くことがあっても、互いに許し合いなさい。主があなたを許してくださったように、あなた方もそうしなさい。そしてこれらすべての上に愛をつけなさい。愛は結びの帯として完全なものです。キリストの平和があなた方の心を支配するようにしなさい。そのためにこそあなた方も召されて一体となったのです。また、感謝の心を持つ人になりなさい。クリスチャンにとっての模範はいつも主がするようにすることです。私たちが許されるに値しないとき、神様は私たちを許してくださいました。神様がこの種の恵みを差し出され、神様の犠牲を通して私たちが神様と和解するとき、少なからずどのようにすることができますか？私たちは条件なしに許し、恵みを与え、和解します。
なぜならば神様が先に私たちにそうしてくださったからです。私たちへの神の愛はそのことを可能にし、神様への私たちの愛は私たちが神様の助けを得て同じようにすることを可能にします。恵みの賜物と和解への応答について話してきました。聖書の中でヤコブとエサウの関係を紹介したドラマは約束とは言えないものでした。彼らが良い思いを持って再び会い、章の終わりに私たちが見たダイナミックな結果は私たちに希望を与えました。過去の彼らの誤った選択にもかかわらず、兄弟は心から悔い改め、彼らは予期しない素晴らしい方法で和解しました。時間を取り、皆さんと他の人との神様との関係を考えてください。どこか壊れている、人生の中で修復必要なものがありますか？誰かが皆さんを傷つけたことがありますか？それとも皆さんが誰かを傷つけたことがありますか？自分自身の許しと減り下ること両方をするための恵みと力のために神様に祈ってください。神様が他の人に分かち合うように語った愛と同じ愛で私たちを許してくださっていることを忘れないでください。皆さんの人生の中で人間関係や状況の修復が必要な方がいらしたら、知恵と力が与えられるよう神様に祈ってください。その過程でどんな歩みをすればいいのか神様に祈ってください。他の誰もしなくても正しいことをする備えをしてください。皆さんは神の光と愛を表す神の大使ですから、楽をする方を選んで決して後悔するようなことはしないでください。誰も気にかけたりすべきことをしなかったりしても、皆さんが神様に従っているのならば、神様はそのことをご存知です。皆さんは神の愛と命を与えてくださった神様のことを誇りに思っています。それは神様に従うのに十分な理由です。今これを聞いてくださっている中で、イエス様を信じることについてもっと知りたいと思う方、また質問のある方がいらしたら、どうぞご連絡ください。また祈りのリクエストがある方はメッセージを送信するか直接お話しください。私たちは皆さんを支え励ますことができることを心から願っています。